はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館のいつかみんなで遊びたい、ミスランド2 はい、まあ、とりあえず間違い探しのゲームです。はい、でリセット。まあ、ミスランドはね、一作目はファーストテイクの方でやって無事クリアしたんですけども、今回これ第2弾のね、ミスランド2なんですけども、だいぶゲーム内容的には変わってはないのかな、間違い探しをするゲームなんですけど、これね、4人プレイのバトルモードはこうカーソルをガーッとみんな動かし回ってね、間違い探すゲームがあるんで、まあ、いつかみんなで遊びたいなと思うんですけども、今回やるのはノーマルモードをプレイしようと思います。まあ、いつかみんなで遊びたいのは、大丈夫か。遊びたいのはバトルモードなんだけど、今回プレイするのは、ノーマルモード。ノーマルモードは2人までね、協力プレイができるんですけども、まあ、間違い探しをしていくゲームで、で、操作方法が、方向キーでカーソルの移動、で丸ボタンで間違いの指摘、三角ボタンで残りの間違い数の表示となっています。はい、でもあったかなでもあったかな、でもあるとありがたいんだけどな。ループかな、この音楽は。まあいいや、ちょっとこれもう始めちゃいましょう。はい、でまあノーマルと、まあ、今コントローラー1個しか挿してないんでバトル選べないんですけど、で今回の、はい、1人プレイですね。ということでステージ1から海までドライブということで、そう、あ、これか、違う、合わせるのきついな。いやいや、いいよいいよ、いや、それこれこれこれ、ちょっとゲームオーバーは、ちょっときついな。あれ、これカーソルの移動ってこんなにセンシティブなんだっけ。もう一回やろう。ちょっと、もう一回やりますよ、これ今回は一応厳しいな。ベッドルーム、はい、これマウスでやんなきゃダメなのかな、ちょっと厳しいな、ちょっとこうスクロールしていく中でこれ結構操作、よし、これも選びたいんだけど選べないんだよね。いやー厳しいな。よし、あ、これも選びたいんだけどな、これも選びたいんだけどな、よし、微妙に、嘘、もう行かなくていいよ、そっち、あ、これ色違う、選んだかというの、あ、違う、このテーブルだ、よしよし、これ停止させれないの辛いな。あ、そうか、これでゆっくりにして選んだ、あれ、なんかこの辺にあった気がする、これだ、
あと何だ、思い出せない。あと何があった、ちょっと待って、早送り、よしよしよし、これファーストテイクだったらやばかったね、もう終わってるもんね。何が違う、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 わかんない、わからないぞこれは、ちょっと待って、何が違う、何が違う、全然わかんねえ、何が違うこれ、全く見分けが、全然わかんない、何これ、何が違うんだ、これわかんねえな、わかんねえな、ちょっとゆっくりにしようか、あでもここはちょっと早くていいな、ゆっくり、何が違う、何が違う、てか、なんか壁の絵全部一緒なのつまんないな、ちょっと待って、あ、ここだけ違うのか、絵は、ちょっと、全然わかんないよこれ、やばいな、これやばいな、全然わかんないよ、 何が違う、本の厚さとか一緒だよね、全然わかんないよこれ、あと2個もあるの、2個もある、嘘だろ、2個もある、あ、これのサイズが違うの、じゃないね、あ、これか、あぶねー、いやいや、あと1個なんかわかんねえ、ドアが違うとかないよ、壁、いや、これは、なんか違う、ある、違わないよね、どこよ、これはちょっと厳しいね、ちょっと名前書く必要なかったか、これ厳しいね、これ5ステージぐらいかな、クリアはちょっとルール覚えてきたんでね、どうにかこれは牧場、この上のね、これを早めることもできるし、ちょっと早めてみようか、いきなり、お、ちょっと戻ろう、これだよね、これで早く行ったら、あ、ちょっと待って待って待って待った、さて、何がいる、何がいる、何が、何が違う、何が違う、何が違う、ああ、嘘だろう、これだろこれだろう、あと4個、よし、
これ巻き戻しながらちょっとゆっくり見るか。何が違う？なんか正解を教えてくれないのがちょっと困るよね。なんか違いあるか。あ、あった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 、はい、あったあった、これがこれ。まだあるか、全然わかんないよ、これ何が違う、何が違う。窓の数一緒だよね、建物のこれ博士一緒だよね。この木、あ、この木が違う、あと2個、あと2個、あと2個か。ちょっと待って、風車の窓も、なんて回ってるものも一緒だよね。豚わかんないけど、一緒だよね。木も一緒、木なのかな、わかんない、石も一緒だよね。何が違う？同じだろう、同じだろう。何が違う？一緒だろう、一緒だろう、一緒だよね、一緒だろう。なんか違う？違いってなんかあるのね。わかんないな、これなんだこれ。あ、これだ、これが違う。あと1個、またあと1個、これはあと1個どうにかしたいな。これはあと1個どうにかしたいけどわからないな。これ違うのかな、同じだよな。いや全然わかんないよこれ、何が違う。建物同じだよね。やばいな、タイムないよ、タイムが。ちょっと何が違う、何が違う。いや全然わかんないよこれ。なんだ、違和感ないよな、何が違う、わかる、これ違う、あ、違うな、ないのか、何が違う？わからねえ。何が違うこれ？あと一問いけないな。ステージ5まで行きたいんだけどな。川下り、あ、ちなみにこれ毎回ね、あの回答が変わるんですよ、一応仕様上そういう風になってるんで、だからあの同じのがもし出たとしても毎回違うんですよ、回答は一応ね。あ、これが違うか。ゆっくりでやろう、久しぶり、久しぶりじゃない、しばらく。よしよし、今のチェーンを見つける、この
間に見つける。あ、これだ。あぶねえ。ずらすぎて、あぶねえ、あぶねえ。待って、戻れ。ちょっと調子いいな。ていうかこれ運だな、完全に運だよな、このゲーム自体が。いや分からんって、全然分からんって、マジで分かん、あっこれか、ちょOK だけど、ここから先だよな、問題は。あった、戻れ、これだ。よし、クリア。クリア。いや、あの昔プレイした記憶はあるんだけど、こんなにセンシティブなあの操作だったかなっていうあれなんです。あれ、ちょっと、とりあえずそれだ。ゆっくりにして、あ、これ。こっちも、あれ、これ2個2つ並んでるじゃん。そのドアもじゃん。ちょっとボケが過ぎるよ。ちょっとここボケが過ぎるよ。っていうかこの絵がそうじゃないけど、この絵もじゃないけど、なんだこれ、ボケが過ぎるよ。ちょっとボケが、あれ、ちょっと待って、ちょっとボケがひどいなこれ。ほら、あ、でも数多かったもんね、もともと。この絵もだよ。っていうかこの絵も違うじゃん。何なんだよこれ。これでもなんか最後すごい難しいのが来そう。なんかすげえ難しいのが来そう。でも運だな。あ、これも違うじゃん。なんだよこれ、全部違うじゃないかよ。何なんだこのボケは。でもここまでで多分まだあったのかな、気がつかないところで。地道にしっかり見ていきましょう。ちょっと早送り。またこういうボケが入るか。あ、でこれか。あと1個。あと1個あんの？もしかして、あと、もしかしてだね。ちょっと待って、だったら1回もこれは逆回転で、この辺からこうやった方がなんとなく見つかるような気がするんだけどな。何か違いあるかな。今まででかい間違いばっかだったから、もう目がバカになってるよ。この辺なかった気がするな。特に何も気になることは。まあいいや、ちょっと一回流して、なんだろうな。ちょっと早めてみるよ。これちょっと、ドアも必要だし、戻って、わかんねえ。何が違う？何が？何だろう？ちょっと待って、床の
模様とかじゃないもんな。壁がちょっと違うとかでもないもんな。見当たらないよ。やばいな、やばいな、やばいな。これはわかんねえ。いやいやいや、全然わかんない。なんかある？なんかあるか？壁か？木一緒だよな。もう一緒になってるよね。一緒になってるよね。一緒になってるよね。なってるよね。床も同じ模様だよね。ドアも変えたもんね。なんだこれ、全然わかんないよこれ。ちょっと 何が違う。やべ、時間がない。時間がないけど全然わかんないよこれ。ドア同じだよね。ちょっと待ってよ、何これ。ちょっと待って、何が違う。厳しいなこれ。何が違ったのか答えも教えてくれないんだよな。ステージ5まで行くと多分クリアなはずなんだ。これ名前書く必要あるのかな。まあいいや、もう名前はいいや。名前はいいや。名前はもういいです。とにかく5面クリアできればそこで。いやー、参ったね。ベリー、ああもういきなりか。あれ、もしかしてこのさ、今の小さい魚たちともちょっと違ったよね。小さい魚たちもちょっと違ったよね。運だよ、本当に運だと思うよこれ。厳しいの、厳しいの。いやいや、あれちょっと待って、今ずれたことになるの。ちょっと待ってよ。いやいや、今ちょっと、そんなピンポイント、あの速さでピンポイントで選べってか。ちょっと待って、そんななの。ちょっと待って。マジか、マジか。ちょっと待ってよこれ、厳しいよ。こういうことだろ。ちょっと待って、もう一匹いたよ。いやー、なあれ普通のクイズだったら全部同じところだろ、同じ問題だろこれ。ほら、何なんだこれ。いやー、参ったねー、参ったねー。かといってここから難しくなんだよな、こういうゲームですよ。ってか、いやー、厳しいなー。全部あ
の今の魚の群れは多分もう全部叩いたよね。大丈夫だよね。厳しいよ。もう全部叩いたよね。厳しいな。ここに来て難易度高いってどういうことよ。この絵柄だと何か違いある。いやーこれはも同じだろ、これ同じだろ。もしかしてこの辺、この辺そのポリゴンって、あでも寄れば分かった。ライフアップライフアップだけでいいよ。もう点数いらないよ。もうよし、奥深き洞窟。レディー、ちょね、これ東京エンカウント2でやった時にはね、結構まあこれステージ毎回ランダムで出てるから、たまたまよくいいステージに当たったのかなっていう感じがなんかしてきた。あの時結構奇跡的にいいステージだったような気がする。全部一緒か、同じか、そこかと思ったんだけど違ったか。これ全部ふわーっと飛んで、合ってるよね、合ってるよね、多分合ってるよね。何が違う？え？なんか違いある？あ、これだ。あと2こんな露骨なところにないの。ちょっと待って、今の最後のところもう一回見たい。何思って出てくるとこに違いがないなってことがあるのだろうか。ないのかないのかないのか。コウモリの出方、ちょっともう一回今のとこ見たいな。コウモリみたいな、ビヤッと出て、剣と特に何も違いはないか。ちょっと急いでみて、何か目につくのがあれば。
同じだよね、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 同じだよね。同じだよね、配置も一緒だよね。魚も一緒だよね、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 同じだよね、同じだよね。柱も一緒だよね、魚も一緒だよね、同じだよね、同じ、同じだよね。ダメだ、何か違いがあったかな。いやー無理かな、これたった5ステージでもちょっといけないな。2ステージでもういいや、もういや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 、これいけそうなんだけどな。毎回違う絵をちゃんと見せてくれるね、今のところ。分かりやすいのは本当に分かりやすい。多分みんなで対戦するとこの分かりやすいのを狙いつつ分かりにくいののところで点差がつくし、あとはこうどうしてもカーソルが合わせにくいので焦ってペケとかね、いろいろパターンはあるんだろうけど、ちょっとで、なんかこの置物がちょっと違うのが見えた。あ、置物が違った。これ、これが違う。あと6個もあんのかよ。灯籠っていうのかな、これ。これが違う。灯籠じゃない。なんていうの。これが違う。なんか露骨なのを用意されてるからこそ、あ、こんにちは、こんにちは。ちょっと待って、戻る。こいつが違う。あとその、また一個だけわかんないパターンになりそうだな。だって、ここの、あ、あからさまにこいつ違うじゃん。あと何だろうな、わかんないな、これ。ちょっとこれ、この普通のスピードで見とこう。大名王子でしょ。で、ライトも一緒でしょ。ぼんぼりか、ああいうライトっていうの。あれ色同じ。ちょっと待って、この、ちょっとこのライト色一緒。あ、でも同じか。一回ちょっと試したいな。あ、違う。違う違う違う、同じなのか。こっから厳しいな。何が違うんだ、何か違うんだよね。質問も同じだしね。何が違う、同じでしょ、同じでしょ、ってことか。
タブとか、全然わからんの。何が違う？やばいな、全然また最後の一個がわかんねえよ。うわー、何が違うんだこれ。いやー、マジかー。これ何が違う？何が違う？これ、あ、これか、こいつだ。スコアどうでもいいよね。とりあえずライフくれ、ライフ。砂漠9個。ああ、これが違うぜ。この辺違うな。これ、これ、これ、これ。スタートのあれで、あれか、巻き戻しになってるんだ今。ああ、これだ、こいつ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 。あ、もう一個あった、もう一個あった。もう一個あった、この辺に、この辺に。あと1個、あと1個、あと1個、厳しそうだな、厳しい戦いになりそうだな。普通に動かして見えるところから行かないとなったらタイムオーバーになりそう。ヤシの実の色が違う。いや、ライフでいい、ライフでいい、タイムライフでいい、ライフアップしよう。じゃあ厳しいけど今度こそステージ3、レッドルーム、これ、これさっき見なかったっけ。あ、違う、これそうだ。あと6個、6個もあるんだ。
ライフが欲しかった。もう違ったかな。さっきと同じで何が何やらさっぱり分かってないんだけど、あ、これ色が違う。あ、これも違うな。やっぱりこれ、あ、なんか色々違う。あ、これアップね、アップね。ちょっと待って、あと4個。それ、あ、気持ち違うじゃん、これ。これもう、この部屋じゃない気がする。でもこの部屋にあんのかな。本の厚みとか模様とか、そんなことないよな。絵も、あ、違う違う、木が違う。あと1個、あと1個です。ちょっとあと1個ならちょっとまたちょっと早めに一回早くしよう。これでバーッともう一回見よう。絵を見て違う、ね、マジでダメだ。同じだよね、同じだよね。分かんない、マジで分かんない。何か違う。わかんないこれ。この本の厚みとか、あ、ここか、これだ。テーブルの足か。さっきもこれだったのかもしれない。よしよしよし。ペンギンアイランド、なかなか手ごわそうだな、これは。あ、いきなりかよ。そうそう、こいつ。いきなりかよ。その隣のやつも座ってる。この隣、左側。怖いな、なかなか手ごわそうだな。あ、こういう形が違う。あと6もあんの。 6案だったらもう そろそろ露骨なのがあってもいいんだけどな。露骨なのが見当たりません。露骨なのください。全然、マジで全然ないよ。ほんと6個もあんの。同じだよね。鳥も一緒だよね。ペンギンも一緒だよね。違うのないよね。マジか、これ厳しいな。なんか違いあるか。6個もあるの本当に。あ、これ氷が違うよね。あ、この氷も違う。氷微妙な。この微妙な氷やめろよ。
マジか。ちょっと普通の速さで、普通の速さで見よう。あ、ここで終わりだよな。あと4個もあるの？マジで？マジで4個もある？ちょっと待って、この辺ちょっとじっくりちゃんと見よう。4個もあるか。あった、これだ。まだまだあるんだな。まだありそう、ありそうな気がする。ないか。あ、こいつも違うじゃん。あと2個、よし。多分ここにはもうないだろう。あ、違う、あるよ。こいつもだよ。マジかよ。マジかよ。あとどこだ、全然わかんない。あ、いたいたいた、こいつじゃん。こいつじゃん。あ、さっき見逃してた、これ。こんなでかいの見逃してたか。ちょっとこれクリアできないともう一生クリアできない気がする。絶対ステージ5で終わりかどうかも把握してないんだけど。これが違う。あ、ちょっと待って。こいつ。で、こいつが違う。こいつが違う。こいつ、こいつ。こいつ。ちょっとゆっくり戻して、これあと、これちょっと行き過ぎちゃうから、ちょっと1回進めて。お前だ。あと4個、あと4個だと、あと4個だと、ちょっと重なるな。よし、重なっても大丈夫っぽかった。あとこいつだ、こいつ。あと何個、割とクリア。この辺が一番簡単だったんじゃないの。目が慣れたのか。あ、まだあんの、ステージ6もあんのか。まあいいや、もう今日のプレイはこれで、今回はこれがラストな気がします。もうこれ以上やっても多分これよりいい成績出ない気がする。車同じだよね。なんか違って見えるんだけど、あー、クロスしただけか。ぶつかんのかと思った。同じ車でいいんだよね。木も変わってない。同じでいいんだよね。これラストプレイだな。でも全然わかんないけど、これが、これ。
ね、マウスで遊んだ方が遊びやすいっていうのがなんとなくこう実感として出てきました。どんどんこのね、今のこの環境的にちょっとここにテーブルを置いてないんでマウスは使いづらいんだけど、いつかねちゃんとマウスを使ったゲームのプレイもね、いろいろ進めていきたいなとは思ってて、もう少し露骨なやつがあるはずだよ。こんなに、なんか、ちゃっちゃとやった方が。でも巻き戻しやってんだよね。なんか見にくいみたいな。ちょっと逆、こっちで。これで普通にプレイして、普通に見て、普通再生だよね。勾配だよね。あれ、車同じだよね。なんか車が違って見えるんだよな、なんか目の錯覚かな、みたいな。これ微妙だな、これ微妙だな。これずりーなー、これかなりずりーなー。ちょっと見えにくいとこだもんね、今のところ。車一緒だもんね、看板一緒だもん、意外一緒でしょ。ちょっとここら辺のヤシの実あたりで、ちょっとヤシの実がなんか違ったりしてないのかな。やべえな、これもうこの面でもうこの面クリアできなかったら、まあもう無理です。今日はここで最後です。いやいいんだけど、ちょっと全然わかんないよこれ。全然わかんないよ。あと何、2個あるんでしょう。何が違う？車かな？なんかないな。洞窟的な穴もちゃんとあるし、木もあるし、こいつも別にこの車がおかしいこともないよね。で、橋もちゃんとあるし、この車も別に間違ってないよね。何が違うんだ、分からんよ、分からん。まあいいや、6まで来たから、あの1位になったってことで、もうダメだ、これ以上答えが見当たらない。1になったからいいか、まあ、100% じゃないけどね。ちなみにこのゲームのマニュアル的に行くと、特に何ステージって書いてないのかな。ノーマルモードでは全ステージクリア、もしくはゲームオーバーになった時点でプレイ結果が表示されます。全クリア何面なんだ。
書いてないな、何ステージなのか。うん、まあステージクリアの条件ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずあの6面クリアできたらね、ちょっともう少しいろいろ示せたんですけども、まあちょっと僕の腕前的にっていうか、もう僕の目的にはねこれ以上先に行きそうにないので、あのここで断念するけど、でもマニュアル見ると特にやっぱりねステージ数は書いてないよね。ノーマルモード、1人または2人で協力しながら間違いを探していきます。時間制限時間内に間違いを全部見つけることができればステージクリア、次のステージに進めます。時間切れ、ライフがゼロになるとゲームオーバーになりますって書いてあって、で結果発表画面のところにノーマルモードでは全ステージクリアもしくはゲームオーバーになった時点でプレイ結果が表示されますって書いてあるんだけど、ねえ、何ステージが最後なのかはよくわかんないけど、まあそんな感じです。はい、残念。ということでね、まあ皆さんはね、ぜひね、ミスランド2を手に入れた時には、あの、ステージクリアが何ステージかね、確認していただければと思います。はい。ということで、このチャンネルを応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、作家でした。